それではビギナーレッスン、今日はグリップの握り方をレッスンしたいと思います。グリップの握り方はとても重要ですので、正しいグリップで、プレーできるようにしてください。それではまず左手から、説明したいと思います。まず左手です。こちらの小指の付け根から人差し指の第二関節にまずこのようにしてグリップを当てがいます。そしてやや指で握るように包み込みます。このように小指から人差し指ですね、握っていただいて、次に真正面から見ます。親指と人差し指でできる線が右肩を示すように、このラインの延長線上が右肩を指すように握ってください。その時に真正面から見ていただくと、ここのナックルですね、ナックルが2個から2個半もしくは3個見えるようにしてください。スクエアグリップからややこちらフックグリップの形になります。左手は以上になります。右手ですけれども、まず、小指を左手の人差し指に引っ掛けます。こうですね。この時に、パワーがない、女性などは、インターロッキングにしていただいても大丈夫です。今回は、こちらの単純に引っ掛ける形でいきたいと思います。小指をこちらの左の人差し指に引っ掛けていただいて、人差し指はやや中指と空間がある形にしてください。真正面から見ていただくと、先ほどの、左手と同様に、右手の親指と人差し指でできる線が右肩を示すようにしてください。先ほどの左手の線と右手の線が平行になる形ですね。このように握ってください。以上が正しいグリップの握り方です。